ていうにはひどいよっていうのが一番の感想。まあね、それは確かにね、はって思った。ひどいじゃひどい、多分ひどいんだよ。1時間で真剣に踊ってみたっていう内容ではないよね。そう、私今までそういうの、まあ、いろんな芸人さんとかさ、はい、なんかそういうのやってる人たちの見たりとか、他の人とか他の人気 YouTuber みたいな人たち、うん、そう本気で1時間頑張ってやってみたっていう人たちの見てたから、またそういうので同じ感じでやってんのかなって期待を込めて見ただけなんだよ。こいつたちもそんな真面目に踊るんだで見たらとんでもない動画だったから、本気でなんか落胆したんだよ。あれでそこそこちゃんと頑張って踊って、変な歌詞もつけないでふざけてなければ、へえこの人たちもそういうのやるんだぐらいで終わってたんだよ。なんか信者ってさ、なんでマリになっちゃうの信者って。もうまず低評価したくない。まあ、まあ、その比較動画しか見てないんだけど、正直言うと、そう、それもある。タイトル変えてくれればまだ良かった。で、変な、あれ変な下の歌詞あったじゃん。あれなんなの？じゃあ、ある意味わかんない。自分たちで考えて替え歌みたいな変なの。消えたってこと。それがまたなんか変わった。確かに。あれ、空耳みたいな感じで言ってるでしょ、あれ多分。まあ、私が多少ファンだからそういう気持ちで君、なんかイラッとしてしまう部分はあったかもしれないけど、それをなしにしてもあれはひでえ動画だと思ってる。あれは多分そんなに、正直あれはひでえ。だからさ、ファンじゃなくてもひでえと思った。あれですよ、ウームさんの力でなんとかなっちゃうんですよ。本当に名前だけは知ってたから、へえどんなもんなんだろうっていう興味だけで 見たらとんでもなかったっていうだけの話。残念でしたって感じ。ポットじゃない、食べちゃうぞ。うん、そういうとこなんだろうな。ウームのあれ確かウーム入ってるでしょ、動画もやって。多分入ってると思う。許されちゃう、そういうコメント消えちゃうんだよ。なんか変なもん壊してた。何これ、あ見た、白い塊左側のギリギリのとこに落ちてたよ。すごく不快な気持ちになったとかさ、言った日には大変なことになっちゃう。ムンさんが出てきちゃう、下手すんの。ただ、うん、どうなんだろう、 BTS 次第かな、正直言うと。まあ、見る価値もないって思ってるから、多分視界にも入ってきてないと思う。間違いなく、まあ、多分そういうの見てないと思う。まあ、分かんないけどね、一人ぐらいは見てる人いるかもしれないけどね、うん、エゴサみたいな感じでして、日本の人のこういう YouTuber がやってるやつがどんなんだろうみたいに、もしかしたら誰かしら見てるかもしれないけどね。字幕がないから何言ってるか分かんないから話しましょう。
ってるやつはちゃんと見てないけど。疲れちゃって見るのも朝から止まっちゃったもん。本当に信者ばっかり、うん、信者が面白いと思う。まこちゃんの時も食べる。え？まこちゃん。終わっちゃった。イエーイ。だから米でやろうかな。なんかちょっと。ブランド
チも効かないって言うし、やべえのがまた出てきたなと思って。あんなとこにあったのか、わっかりづら。あ、そういうことかよ。でも左側にもコンビニなかったっけ。あ、ダイヤルは、ダイヤル。うん、それでじゃあハッピードリンクっぽいやつ。いらないね。うん。あ、その弁当。